はい、えー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。で、このチャンネルではですね。私がえー、まあ、ほぼ毎日まあ、1日1冊を目標にですね。本を読みましてで、その内容をレビューしていくという内容になっています。 興味のある方はチャンネルの方に行っていただいて再生リストも作ってありますので見ていただければと思います内容としてはビジネス書とか心理学の本とか最近はですねちょっとお金の話投資とか貯蓄の方法であったりとか資産形成の話そういったことについても少し勉強しているのでそういった内容が多いかと思います今日はですねちょっと久しぶりなんですけれどもちょっと科学の話をご紹介したいと思います まあ、あのタイトルの通りなんですけども「えー、生物学の、まあ、教科書」っていう本をご紹介したいと思います。で、えー、とこの本はですね2010年に発売されてる本なんですけれども、えー、とアメリカのあここに帯に書いてますけども「MIT の全学生が学ぶ」っていうふうに書いてあって、えーとまあ、アメリカの MIT でです、ねえー、ともともと「LIFE」っていう、まああのー、本があの本が あってそそれをまあそのの MIT 生徒は学んでるとで教養として学んでるので全生徒が学ぶっていうふうに書いてあるんですけども、まあ、実際に、えーとまあ、全ての学生がキャカリキュラムとして取らなきゃいけない授業の内容として使ってる教科書の、まあ、翻訳版です。でその「ライフっていう本の中にはですね、えーとまあ、いろいろ内容書かれてるんですけども、えー、とこのシリーズでは「えー、と細胞生物学」 分子電学、分子生物学っていう3つの分野を抽出して翻訳しているということだそうです。で、こので今、今日ご紹介するのは第11巻ということで、えー、細胞生物学というふうに書いてありますけれども、なのでその前半の3分の1ですね、をご紹介すると、えー、いうことになります。で、えっ、ー、と、まあこの 本の,、まああの対象者としては、えー、まあ例えばより具体的に勉強したい高校生であったりとか、まあ、大学生で専門として医学生理学をあ生物学を勉強している人また第3の対象者として、まあ、現在のナノテクノロジーバイオテクノロジーに関心を持つんだけれども生物学を本格的に学んだことのない社会人というふうに書かれています。の、えーまあ、ね、結構あの、 きっちり書いてあって、非常に分量も多いんですね。ページ数は300ページぐらいあるんですけども。あのまあ、社会人でも読めるようなあの。非常に。 えっと、丁寧かつまあ平易な日本語で書かれているとは思いますで、まあ、内容としてはただタフそれなりにタフなんであの簡単ではないんですけども、まあ、あの読める内容かなというふうに思いますで、えっとまあ、実は少し私はバックグラウンドとして生物学を、まあ、高校とか大学で勉強してたことがあるのであの、まあ、大体内容はあの概要としては理解してるんですけども、まあ、勉強し直したいなと思って購入して読んでみましたでただちょっと全部はあのきっちり読んでないんで、えっとまあ、どんな本かっていうのをざっとご紹介したいと思いますでこの第1 一環の細胞生物学の内容としては第1章が細胞で第2章がダイナミックな細胞膜で3章がエネルギー代謝酵素 で4章が化学エネルギーを獲得する経路で第5章が光合成ということで、まあ、基本的にはですねその、まあ、細胞人とか植物を、まあ、動物もそうですけれどもあの形作っている基本単位である細胞っていうものの、まあ、説明を最初にしていますでこれ結構面白くて、まあ、その細胞っていうのがどういうふうな成り立ちでできてきてるかっていうことは、まあ、非常にその生物の、えーまあ、仕組みを理解する上で非常に大切なんで、まあ、その辺丁寧に説明をしてでその後は細胞膜についてですね でこれはあの例えば輪脂質二重層とかですね、えーとまあ、そういう基本構造があるんですけども、まあ、そういった構造のユニークさまたその必要性とか、えーまあ、この辺もあのきっちり理解しておくとあの、まあ、他の。 えーまあ、物質の輸送とかですね非常に大切なので、えー、その辺りを丁寧に説明をしています。であとはエネルギー代謝のところは、えー、と例えば筋肉はどういうふうに動いてるかとかまたエネルギーはどこから来てるのっていうことで、まあ、ATP っていう物質があるんですけども、まあ、アデノシン3リン酸っていう物質があってそれがどのように謝、えー、体の中で代謝されてエネルギーに変わっているか。 またその後にそれがどのようにしてまた ATP に再合成されるかとかですね、まあ、そういった内容になってまして、えーっとまあ、そうですね4章も、えーまあ、呼吸と、えー、乳酸発酵回路の違いがどうなっているかとかですねそんな内容でした。 であと最後の光合成第5章はですね、まあ、これはあの植物にもちろん限定した話なんですけれども、まあ、太陽光のエネルギーを植物がまあ光合成を使ってどのようにして、えー、エネルギーとして使っているかっていう説明なんですけれどもやっぱり光合成もですね、あのーまあ、言葉はもちろん知ってる人が多いと思うんですけれども、まあ、非常に実は複雑なプロセスで、えーとーまあ、すごく効率よくエネルギーを作っていると、まあ、そういったことに、えーまあ、気が付ける内容かなというふうに思います。 で、えっと、まあ、ざっくりまあ。 ご紹介しましたけれどもあのまあ、これが300ページにわたって書いてますので,で非常にイラストとかがですね丁寧に書かれてましてま分、あ、かりやすいと思いますんで、まあ、ただ最初に言いましたけれども分かりやすいと言ってもですね内容はもちろん本格的な内容になってますのであのそれなりに時間をかけてきっちり読まないとまあ、その本当の意味でわかんないとは思いますで。私も実際その今これレビューしてるんですけれどもあのはっきり言ってちょっと全部一個一個読んだわけじゃなくてざーっと読んでですねあこんなことを高校の時に勉強したなとかそんな程度で今しゃべってるんですけれどもあのやっぱり社会人で でもですねああのまあ、私みたいに少しバックグラウンドがある人も、まあ、ない人もですねまあ、ちょっとない人だと最初ちょっとこうハードルはあるかと思うんですけども、まあ、読み始めると結構生物学っていうのはあの自分の身近に置き換えて考えられる現象であったりとかあの実際自分の体っていうのはもちろん自分は毎日使ってますからあの興味を持って読める内容も多いのでまあ、あの面白いかなというふうに思います。 はいで、今日は以上なんですけれども、えー、とちょっとこのあとですね、えー、と実はこの 1, 章1巻2巻3巻っていうものとあとこのあと、えー、追加でですね4巻5巻っていうのが出てて私5巻以外は全部買ってるので、まあ、ちょっと、えー、ここ数日そのレビューをしたいなというふうに思いますでもしまああの興味がない方はですね、あのーまあ、飛ばしていただいて、まあ、よろしければ他の動画を見ていただいて、まあ、チャンネル登録もしていただければいいかなというふうに思います。ははい、今日は以上です。